お疲れ様です。1月11日木曜日朝6時20分の相場解説になります。今見ていただいているのが日足なんですけども、円安への回帰って書いてますよね。ずっとね、円高の方向にこういうふうに向かっていたチャンネルラインなんですけども、ここに来て、半値戻しが起きたということですね。半値戻しってのはいつもの半値戻しじゃなくて、言葉として使ってるだけでね、円安へ少し回帰したかなってところです。問題はこれが一時的なもので、さらに下落の方向に向かっていくのか、それともこれを機会に、ある程度ね、円安の方向に行ってしまうのかってことなんですけども、これをね、テクニカル的に解釈すると、この陰線がありますよね。ぐーっと上に向かっていた途中で陰線が出ましたけども、この陰線の次の陽線と下髭が、下に行く勢いを拒否してるっていうのは、昨日お話した通りですけども、その通りに今、強い陽線が出て上の方にぐっと向かってるかなってところですよね。これはこのヒゲ先が及ぶ限りは上昇するかなってところですね。その後はちょっとこう分岐点に差し掛かるんで、様子を見ていかないといけないってところになります。で、1日足ってのはテクニカルだけで語れないところがありますので、この辺まででね、テクニカルの解釈は終えていこうかと思います。あとはファンダメンタル的な要素とかカレンダーに基づいて、影響されるところが大きいというふうに思いますんでね。で、次は4時間の方です。はい。で、4時間の方なんですけども、このね、黄色い丸で囲ったところなんですが、こういうふうな上昇トレンドを書いて、一旦、押し目を作って、さらに上の方向に向かう可能性があるよっていうのが、先ほども日足の方で申し上げた通りなんですけども、ここに出てくるのがこのヒゲなんですよね。このヒゲの影響力を脱するかどうかっていうところが、まさに今日とか、もしかしたら明日も関わってくるかもしれないなってところです。で、ここで弾かれて下に行く可能性もありますんで、ここはね、上昇の終わりということで見ていかなくちゃいけないかなっていうところと、さらに上昇トレンドが4時間でも N 字を書いて継続していくかもしれないなってところを見ておかなければならないところですね。昨日ね、上級者の方っていうか、行ける方はこの辺りからエントリーして、中級者の方はこの辺でエントリーしたと思いますけども、4時間でエントリーされる方、あんまりね、この動画見てる方少ないと思いますけども、あんまりないと思いますけども、4時間でエントリーされる場合は、抜けたのを確認して初心者の方はここから入るってことになります。そうするとリスクを最小化することができるという、そんな形ですね。はい。じゃあ、メインの1時間足になりますけども、1時間軸。はい。まずは、これですよね。このヒゲ先までの影響力がまだ及んでるところなんで、軽々に上昇が継続するとも言えないし、いつ跳ね返って下の方向に行くかもわからないよってことなんで、今日はね、火水木の中で、最も、こう難易度が高い日ということになります。で、火曜日はね、下に向かっていくところを捉えればよかったですし、で、昨日はね、上昇トレンドが2回、3回、4回と、N 字で取っていけるチャンスはあったんで、稼ぎやすかった水曜日、さすが水曜日だなってことですけども、木曜日はこの動きが止まる可能性が出てきたよってことで、このゾーンを気にしなければならないかなってことですよね。ということで、本日はね、いきなりポジションを取っていきましょうって話にはなりません。ちょっとね、今日はエントリーできないかもしれませんけども、この値動きが突き抜けて上の方に行ってしまうのか、それとも、この辺でぐじぐじとレンジに向かうのか、もしくは、跳ね返って下に行く予兆があるのかっていうふうなね、3択になると思います。下に行く場合は、これを抜けてから、セルで入ればいいと思いますし、このね、ヒゲ先を抜けるようでしたら、もうそれを皮切りに、バイでエントリーっていう選択肢になるかなっていうことです。その辺を見ていきましょう。それでは。